るじゃないみのり。前に同じ曲数でライブやった時は足がもつれるくらいへばってたのにね。きっと毎日のレッスンのおかげで最初の頃よりも体力がついたんじゃないかな。そうね、ライブ終盤でも力強く踊れていたもの。でもまだまだこんなもんで満足してもらっちゃ困るわ。みのりならもっとできるはずよ。頑張ります。みんなお疲れ様。すっごく可愛くてキラキラで最高のライブだったよ。なんだか前よりも4人の一体感が出てきた感じがする。本当ありがとう、りんちゃん、みくちゃん。私たちも成長してるってことかしら。うん、最近は活動も軌道に乗ってきていい感じだよね。確かにグループとしてできることも少しずつ増えてきてると思う。そうね、これもみんなの頑張りのおかげね。ええ、でも考えてみたら今までいろんなことがあったわよね。最初は所属できる事務所もなかなか見つからなくて、フリーでやるって決心するまで悩んじゃったけど、今は良かったと思ってるわ。それからモアモアジャンプとして初めての生配信をしたのよね。ファンのみんなにありのままの自分を見てもらえて良かったわ。ななみんとのコラボ配信も楽しかったな。まずは私なりに目の前で応援してくれる人のために頑張ろうって思ったよ。配信を続ける中でたまには息抜きが必要だって教えてもらったこともあったね。おかげでパフォーマンスにもメリハリがついたよ。小学校でやったイベントも大成功だったわね。あのイベントで子供たちと触れ合えて、昔の自分もちゃんと希望を届けられてたって分かって嬉しかったわ。うんうん、みんなたくさんの経験をしてアイドルとして成長してるんだね。4人だったら絶対これからもっとすごいアイドルになれるって信じてるよ。そうね、この調子でもっとたくさんの人に希望を届けられるビッグなアイドルになるわよ。おー